図教者は、新品機密を経ない、聖教会の教習であり、図教の役割を務めるものである。カトリック教会の読自に相当する。厳密に言えば、図教者は、主教による祝福である図教者祝福式を経た、もののみを指す職名であるが、こうした、正式の図教者を置く教会は、極めて少ない。日本聖教会においても、全国で数名を数えるのみである。 方針礼上の図教は各地教会の司祭の祝福により一般信徒でも務めることができるので正式の図教者が不在であっても大きな不都合は生じない。正確には図教を務めている正式の図教者祝福を経ていない一般信徒は図教奉仕者と呼ぶが日本正教会にあっても通称としてこうした図教奉仕者も図教者と呼ぶのが一般的である。 その役割については、正式の図教者であっても図教奉仕者であっても大差ないので、以下にまとめて記す。法神霊での役割として、司当者の指示に従って祈祷書の指定箇所を音読箇所をする。通常は、法神霊に日常的に参加している信徒が訓練を受けた後、図教奉仕者としての祝福を、司祭から得て図教する。なお、 図教法師は一つの講義等に一名とは限らず、数名で務めても良い。図教者、図教法師者は、法針霊の言葉や教えに親しむことで、軽やかで耳に親しい図教の実現に努めるべきで、あるとされる。祈祷書の指定箇所には、自家等における、聖鋭万華党でのパレミア、ポロキメン、生態礼儀における、使徒行が含まれる。稀ではあるが、 図教の訓練を受けた信徒が不足しているか不在の場合、新品が図教の役割を担う場合もある。図教を担当する者が新品ではない場合、聖書と至り聖書をつなぐイコノスタシスの扉は、北門と南門を用い、中央の大門は用いない。聖堂内、祈祷書、学府置く、台の前に図教と英体の任にあたる複数人が同じ場所に集まっている例。 女性が含まれている。正式の祝福を得る図教者には女性はつけられないが図教奉仕者には男女を問わない。このため多くの教会で賛同する男性信徒の少ない平日の祈りで多くの女性が図教奉仕の役割の大半を担っている。ただし、ギリシャ性教会では女性の図教奉仕者はあまり見られず、日本性教会では図教奉仕に占める女性の割合は ロシア正教会の地方教会ほどには多くない。ありがとうございます。